たりにもぜひ注目をしてください。そうですね、はい。さあそれでは今日のこのマッチハイライトで振り返っていきます。今日は本来登録メンバーに入っていた山室が欠場することによって登録メンバー3人、そして規定違反ということで第2マッチが、日本ペイントマネッツ自動的勝利というレギュレーションが始まりました。ダブルスは横井と王道ペア、そして九州が田口栗山のペアです。このダブルスの印象はどうでした？はい、横井王道ペア新アジアチャンピオンペアとして強かったですね、はい。まあ、九州も1ゲーム目11対9って惜しかったのでそこをなんとか取っていたチャンスがあったかもしれないんですけども、横井王道ペアの力強さが目立った試合でした。はい、ダブルサッチャンです。横井と王道です。画面手前が田口と栗山になります。九州アスティーダピンクのユニフォームです。まあ、仕掛けてくるんですけどこの2人の相性、はい、右が王道です、そして左が横井です。結果的には2対0で勝利をしました。第2マッチはシングルス、これが、青木登録メンバーの勝利ということになりまして第3マッチに飛びます。第3マッチです。橋本日本ペイントマネッツ、そして今枝、今日がデビュー戦です。九州アスティーダです。いや最初の入りとした今枝もデビュー戦強気に行きましたけどね。はい、最初の出だしは、デビュー戦とは思えない落ち着いた入りだったんですけども、はい、まあ、徐々に橋本選手ペースになって、1、2、3といったような感じですかね。第1ゲームでは橋本が9連続ポイントもありました。一気に勝負を決めました。第2ゲームでも橋本が中盤で5連続ポイント、はい、第3ゲームも同じくあの3オールまでは行くんですが、はい、そこから走るんですよね。さあそして今日の第4マッチです。日本ペイントマネッツは王道さつき、九州アスティーダ田口恵美子です。この2人は今シーズン一度対戦をしています。まあ、この試合も王道選手の力強さは見えましたね。はい、まあ、今のバックハンドであったり、まあ、両ハンド、あのパワフルなプレーが非常に目立ちました。前回対戦したのは8月21日でした。その時は3対2で王道が取りました。まあ、力強くという中での王道、はい、それから変化をつけて勝負にいった橋本だったんですが、田口だったんですが、田口だったんですが、まあ王道の何か安定したこの卓球の前にその牙城を崩すことができませんでした。3対0で王道が勝利をしています。そしてチームマッチとしましても4対0での勝利ということになります。これは